サトチューンチャンネルでございます。ただいまね、iPhone 4でですね、カメラの動画撮影テストを行っています。今、広角レンズをね、つけてこんな感じなんですよ。ちょっと画角が狭いかなという印象を受けるんですけれども、これズームとかできるのかな？ちょっと画面タップした感じできなさそうですね。ちょっと広角レンズを撮ってみましょう。こんな感じです。パッと、ほら。ちょっとね、画角狭いですよね。今机に椅子に座ってる状況でやってるんですけども、かなりきつい。ただ写真画像が綺麗なのかな。キーボードの文字とか、オートフォーカス合いますか。合いませんね。あんまり近すぎるとダメみたい。これぐらいの距離がいけるのかな。これぐらいか、ピントが合うのはね。これぐらいならピントが合いますよと。そうですね。手のひらよりもちょっと、手のひらまで行っちゃうとピントどう？手のひらで限界かなっていう感じがします。画角もパソコンしか映りません。これは椅子に普通に座った状態で、カメラを口元に近づけて撮影してます。じゃあ次はやっぱり広角レンズつけてみますかね。ああ、でも広角レンズつけた、もうあんまり画質の劣化が少ないような気がするかな。ああ、こんな近くで。あ、ピントが合いやすい、むしろ。意外と広角レンズとの相性がよろしいんじゃないですか？ねえ。まあ通常はこれで撮影しますかね。てな感じで iPhone のテストしてみました。